1989年の広島東洋カープでは、1989年における広島東洋カープの動向をまとめる。この年の広島東洋カープは、山本浩二監督の1年目のシーズンである。阿南純郎前監督の優退を受け、1986年まで長く赤ヘルの4番を打った山本浩二がこの年から監督に就任。山本新監督は、 かつての同僚である大下武史をヘッドコーチに1975年初優勝時のエース池谷光次郎を投資コーチに迎えるなど首脳陣を一新。また1973年からのプルオーバーユニフォームを廃止して新ナティレッツ風にモデルチェンジ。袖のラインから紺色が廃止され、 帽子の C マークも白に変更されるなど、イメージチェンジを図ったチームは5月まで巨人と、首位争いを演じるなどを好調だったが、夏場以降は巨人にゲーム差を広げられ、結局4年ぶりの2位でシーズンを終了。投手陣では3本柱の北別府学ぶと、大野豊と、川口和久を擁し、守護神には津田久志美が控えるなど盤石で、川口が最多奪三振。 津田が最優秀救援に輝いた。打撃陣は新外国人のウェイド・ロードンとロッド・アレンが加入して戦力を一新。ロードンは3割22本塁打で、まずまずの成績を上げたが、アレンは前半戦本塁打が出ないなど不振にあえいだ。ものの夏場以降は11本塁打を放って復調し、来季につなげた。両外国人の活躍が目立ったが、それ以外の選手でも、承諾構造が、 通るように輝き、若手でもルーキーの野村健次郎が高橋義彦の控えながらも一軍に定着した。シーズン終了後チームの切り込み隊長だった高橋がロッテにトレードで移籍し、チームは転換期を迎えることになる。ありがとうございます。